自分昔結構苦労していろんな悲しみがあって、でいろんな人を助けてもらったんですから、うん、今こそ自分できることね、あったらやりたいなという気持ちですね。地下鉄霞ヶ関駅と直結しているレストラン街、そこでイエローバンブーというベトナム料理店を営む南正和さんは南ベトナムの出身です。ベトナム戦争後の体制の変化の中、自由を奪われない新たな人生を切り開こうと、14歳だった南さんはぎゅうぎゅうの木造船で海へと出ました。水や食料も尽き、海を漂っているところを救助したのが沖縄水産高校の実習船でした。難民として日本にやってきてからは仕事や勉学に励み、日本国籍を取得。かねてから夢だったベトナム料理店をオープンしました。今日いただいたのはレア牛肉入りの平打ちライスヌードルフォーボータイと、エビと牛肉入りのベトナムお好み焼きバインセオトムティッツです。まずそのまま召し上がって、その次唐辛子ですね。これは辛いんですけど、入れて少しずつ入れて、混ぜてこう入れてからそう食べるなって、これちょっと混ぜてスープ馴染んでから食べてください、うん、で最後にライム絞ってかけると、はい、3段階味わいが楽しみです。そうですね、昔の方はやっぱり日本は外国の方どういう人ってあまりみんな知らないので、でそのおかげかな、結構みんな心温かく迎えに来てるんですよね。今はなんかみんな昔と違うんですよね。だんだん離れていくんですね。まあ確か悪いことをやってるいっぱいいらっしゃるし、ただ人で悪いのにその全面的に見てはそれ間違ってます。どこにもそうですけど、悪いところもあるしいいところはあるんですから、最近はやっぱりみんな冷めちゃったんですよね、うん、平和すぎた国は周り考えてないんですよね、うん、僕83年代で日本に来たんですけど、うん、あれから今日まで40年間近くなってるんですけど、全く変わってないです。本当ですね。全く変わってるのおかしいんだけど、前よりひどくなっている。前の方はまだ前向き考えてる。で、ある程度全くゼロから数千人起きるようになっている。うん、今も数千人やって、今数人、数十人だけじゃない、数人ですね。まだ一桁しかないんですから。だからもうちょっと心を開いて。まあ、もちろん彼は本当に行く場所がないんですから、誰も認めないから自分の国も戻ることができないから、難民として日本に助けて求めたので、それもちょっと真剣に考え直して受けるべきですよね、うん、じゃあ例えば将来にね、まあないと思うんですけど、万の一なんかあったの場合は日本人として外に出たら、みんな日本の方ですから心を温かく受け入れましょうって
彼らはこんなことはたくさんやってくれたし、そういう将来のことを考えしないといけないですね。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録やご評価をいただけますと幸いです。またこのチャンネルは皆様のご寄付に支えられております。ご支援ご協力よろしくお願いいたします。